93年05月、93年製ですね。93年の復刻版が出てるんですよね。 すごいね、毛羽が立ってるんですよ。90年代の前半の特徴がなんか毛羽が立ってるっていうネットの情報がありましたね。でもね、こんなに毛羽立ってるのは初めてだね。でね、501はおそらく1990年に入ってから2本か3本買ったんだけど、上野の弥生さんでね、多分ね、最初買ったのが メキシコ製で、次がねコロンビア製だと思います。でずっと前ね、その前はね高校生だったんで、新品はね確かね買ったことなくて、ビッグイーからねボロボロのやつをね直して買った、買ってお直ししたことありましたね。穴が開いちゃって、で原宿の古着屋かなんかで66モデルをね、竹の短い66モデルを一度買ったことあって、それどこ行っちゃったんだろうな。多分弟にあげたかねえ、早く結婚したんでね、20歳ぐらいしか親と暮らしてなかったんで、20歳までね。でおそらくそれで置いてって弟が入ってたか処分してたかもしれないね。でよく結婚すると所帯太りするじゃないですか。でサイズが変わっちゃってね、まあ高校生の時に履いてたものはほぼ履けなかっただろうね、その当時はね。